今回のゲームで重要なのは、オブジェクトをよーく疑うことだ。大体のオブジェクトは罠だ。しっかり前を見て、疑いつつ自分の信じたラインを突き進め。そうすることによって、このゲームは実に簡単なはずだ。いくぜ。まずこのにゃっいい感じだぜ。にゃーお楽しげな感じじゃないか別にコインに意味ないけどね。確かに。ということは、上のこのブロックもコインが入っているというわけだな。はいはい。な、いつてやらずとあらさら。やるじゃないか。まずこのスターは。スターが出てくるのか。甘いぜ。そしたらこう！奴を踏むことはできない。ジャンプで、やり過ごすことによって、もう一つのヒントを得ることができる。そんなに容易にヒントに耐えるもんじゃないぜ。ほら、さっさと次、行きな。くっそか。このまま左に。おっ！危ないぜ。こう！はっはっはっは！やったぜ！もらったぜ、このゲーム！ひよーにゅー！そりゃないぜ。これでいい感じだ。そして、ここをぐるっとジャンプして、こう行って、ここで一度ブロックを壊して、これに乗って、この黄色は危険だ。次の黄色いステップで、飛んでいけばいい。それだけの、にゃーめっちゃそりゃないぜ。よく考えろ。こう。同じ動きをすれば、おのずとゴールは見えてくるはずだ。まずこいつをジャンプでやり過ごす。そして、この上のブロックだけを壊し、左のブロックに移動する。そして、二つ目の黄色を、そのまま行け簡単だ。お？ピール。なるほど。ここがコインに変わり、次のステージに進める。それだけの話。やるじゃないか。75回も死んでんだぞ！くそ！にゃにゃちょっと話してね。俺の名前見の軍曹。だけど少し。頭がいかれた。だって、友達と三鷹駅で、パチンコの約束した。けれど俺は名前がよく似た三鷹台という駅で一人待つ。俺の名前見の軍曹。けれど少し頭がいかれた。だってボトン便所に財布を落とした。考える間もなく俺はうんこの中に手を突っ込んだ。まずはハテナを取るんだ。ちょっと待って。ここだ！あ、違う。こうしてな。まずスターをかわし、上に渡り、こいつをかわして。あれ？
こっちから落ちると穴に落ちるぜ。そうはいかないぜ。この先に隠しブロックがあります。注意してください。ここだな。ドー、え、ここはビームを打ちやがった。トゥ、このロボットは危険すぎる、危険すぎる。トゥ、あれ、大したことなかったようだな。怪しいぜ。ふっ、甘いぜ。なにそれ。よく考えろ、ここだ。このロボットはラチオだ。そしたらこのロケットをかわしつつ次のステージに向かう。こいつは俺と一緒にジャンプをするはず。あっ、まつかなの、なんつったかな。マジっすか、マジっすか。やるじゃないか。驚いたぜ、大悟さんだったぜ今のは。やつは進化してる。くっそ。しまった、集中力は切れてきたぜ。俺の名前見の軍曹、少しだけどラルクのハイドに似てない。そのまま落ちろ。いける。何やってんですか、もうバカなんだから。もう弱ジャンプしちゃダメでしょそこで。あそこにもう一つ中間地点があった。あれを取れば、俺はさ先に行けるぞ。一面クリアさせてくれ、今回も。よし、お前はそのまま死ね。取れ！違う！そこの緑のとこボヨーンってする。なんかボヨーンってする。勝手にジャンプ刺さってる。すごいトリックがある、そこに。超ムカつくんですけど。超イライラするんですけど。超腹立つんですけど、匠なんですけど、やべ。くそ、わかった、そっちに行っちゃダメなんだな。84だと ?84 回死んでる。冗談じゃねえぞ、このゲーム。よし、バックします。バックします。バックしたい。バックしたい。そして、そう、こいつをやり過ごし、一言、そのまま死ね。よし、これでいい。そう、この緑の奥のちっちゃいやつさ、ボヨーンってすんだよね。よーし、あれ、取ったぞ、トゥふざけんなよ。これに乗ればいいんだな。あ、ごめんなさい。これに乗って、向こうに渡れば、にゃおどういうことだ。にゃにゃにゃお。くそ、ゴールは目前だ。ちょっと考えろ考えろ、ちょっと待って。あのブロックが下がるということは、この右側に乗ってそのまま黄緑の甲羅のやつを踏んで大ジャンプで、いや、ちょ、ゴールに向かうんだな。こいつを利用することによって、にゃ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 、落ち着け。ちょっと待て。すごい三段ビームが飛んでくる。対策を考えなければ。あ、ちょ、ちょっと待て。むずいぞ。90回。しっかりジャンプしろ。そして、こう！なあ！マジで？違う。俺の考えていたこと以上に、汚え技を使ってくる。これは？あ？え？え？どうやんの？ちょっと待って。どうやんの？
ちょっと待って、あのビームをどうかわすんだ。やべ、燃えてきたぜ。ちょっと待てよ。くっ、足見えてきた。なんだこのロボット。うわ、なんでゴールをしてるんですか。ちょっと待てよ。緑の甲羅を滑らかにツルツルさせながら、下に回るのは合ってんじゃねえか。むずー。しかし上に行くとビームが落ちてくる。どうすりゃいいんだ。よし、うまくなったな。ちょっと待って、滑らかしながら下に行くことはできないよね。あ、鉄壁によって無敵。確かにな。やべ、100回死ぬことになるのか、この俺が。あ、いやー、待って、超むずいんですけど、どうやるんですかこれ。やばいな。こっちに行ったらポールを取られてしまう。こっちに行くとビームが出てくる。これを持ち上げることはできないな。どうすればいいんだ。あ、ざま。待て、やばいぞ。これはまずい展開だ。お、あ、行ってしまわれた。どっからビーム、ビームをかわせるのか。ちょっと、ごめんね、本当に。これみんなむずいって、これ。むずい。ごめん、悔しい。できないよ。いやー、ちょっと参ったな。待てよ。この上のブロックを壊して。ビームをかわしたぞ今。やった、見えた。ずっ、だ、もうジャンプしちゃダメでしょ。ごめん、みんな、もうちょっとでゴールさせて。あ、だから壊しちゃダメだって。やっほー。見えた。もう嬉しくてさ、ゴール目前で嬉しくて、もう手がカタカタいっちゃって。まずこれを壊すんだ、これを。いや、緑の甲羅は必要だ。あ、もうちょい左か。もうちょい左にいることによって、このビームをかわすことができる。そういうことだ。違うか。待て。出てきた瞬間、左に移動だ。違うの？ビームをかわすんじゃないのか。出てくるライン。あ、惜しい。ちょ。むず。待て。あの木、
緑の甲羅を。あ、だだだ、ジャンプしちゃうんだよね。あ、ダメだ。上に行ったら下に戻れないから。やっぱり、あ、だから、ああ、いけ俺の、よし、いけゴール、頼む、よっしゃー、あっつー、おお、テレステレステレテレテテテテテテレ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 ステレステレテテテテテレステレ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 ステレステレ、前回よりも難易度を下げましたので気軽にプレイしてください。ありがとう、よし、簡単だ、ほら。よし、あんな、ぎゃパックリしちゃって、もう、どうも。よし、わかったわかった。あのパックリ、任せろ、簡単だぜ。こうして、ここは、見過ごしのジャンプ。よし、よし、ここでワンクッション置いての、いけー、時間がかかりそうだ。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ、ありがとう。